ちは、どんぶりこです。今回は夏の季節に楽しみたい夏の季節感たっぷりのわらべ歌を紹介していきたいと思います。それではスタートです。それでは入麺そうめんというわらべ歌をしていきます。じゃあ手で出してくれる？いくよ。撫でていきます。入麺そうめん、冷やそうめん。じゃあガリガリします。ガキガラ町の豚屋のつー猫さんがチンピチンピチンピ、大根ろおし大根ろおし大根ろおし、お持ち帰りにしますか、お店で食べますか、どっちがいい？お持ち帰り。お持ち帰り、いらっしゃいませ。お持ち帰りにしますか、お店で食べますかと聞いて、お持ち帰りと言われれば手をカチャカチャカチャってして、お店で食べますと言われたら脇をカチャ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 として楽しんでください。いくよ。入麺そうめん、冷やそうめん、ガキガラ町の豚屋のすんねこさんがチンピチンピチンピ、大根ロース、大根ロース、大根ロース。お持ち帰りにしますか、お店で食べますか。帰りにします。お持ち帰りにしますか。いらっしゃいませ。それでは有名そうめんのわらべ歌、ねんねしているお友達とやっていきます。赤ちゃんとも楽しめます。じゃあいくよ。入麺そうめん、冷やそうめん、ガキガラ町の豚屋のつー猫さんがチンピチンピチンピ、大根ろおし大根ろおし大根ろおし、お持ち帰りにしますか、お店で食べますか、どっちにする？お持ち帰り？お持ち帰りでいい？いらっしゃいませ。それでは次はおふぐがぎっちらこというわらべ歌をしていきます。アレンジバージョンもご紹介していきます。それでは最初は大人の親指を掴んでもらって、こんな風に掴んでもらいます。肘が外れやすいお子さん気をつけてあげてください。足出してくれる？いくよ。おふねがぎっちらこ、ぎっちらこ、ぎっちらこ、先祖や万祖ぞ。次は同じ進行方向を向いて楽しんでみたいと思います。いいな。おふねがぎっちらこ、ぎっちらこ、ぎっちらこ、先祖や万祖ぞ。おふねがぎっちらこ、ぎっちらこ、ちょっと引っ張って。わかった。先祖や万祖ぞ。それでは次はたくさんのお友達とこんな風に並んでみんなでおふねがぎっちらこを楽しんでみたいと思います。いくよ。せーの。おふねがぎっちらこ、ぎっちらこ、ぎっちらこ、先祖や万祖ぞ。さあ次、船長さん変わる？次行く？ちょっと待って、ちょっと待って、いくよ。出発するよ。せーの。おふねがぎっちらこ、ぎっちらこ、ぎっちらこ、先祖や万祖ぞ。それでは次は夏野菜がたっぷり出てくるトマトはトントンというわらべ歌をしていきます。一緒する？トマトはトントン、キャベツはキャキャ、キュウリはキュキュ、大根はコンコン。他に好きな野菜ある？じゃあ夏野菜、トウモロコシ。トウモロコシは何にしようかな。トウモロコシはコーン、コーンにする？じゃあよし、じゃあトウモロコシコーンコーン増やしてみよう。じゃあ少し早くするね。いくよ。トマトはトントン、キャベツはキャキャ、キュウリはキュキュ、トウモロコシはコーンコーン。
じゃあもっともっと野菜増やしてみようかな。かぼちゃ。あ、かぼちゃそうだね。かぼちゃもいいね。かぼちゃは何しよう。かぼちゃはコロコロ。あ、いいね。どういう手にする？かぼちゃはコロコロ。あ、いいよ。かぼちゃはコロコロ。オッケーオッケー。いくよ。トマトはトントントン。キャベツはキャッキャッ。トウモロコシはコンコン。かぼちゃはコロコロ。いいね、いいね。もっと増やす。何しよう。今度は、ナスビ。あ、ナスビいいね。何するナスビは。ナス、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 ナスビは、ナスビは、同じ人、ナスビは。おう。ナスビは、はん、はんにする。いいよ。いくよ。せーの。トマトはトンコン。トウモロコシはトンコン。かぼちゃはコンコン。ナスビは、よくわからない。面白い。それでは今からオラウチのドテカボチャというわらべを出します。ドテカボチャ？丸を作っていくよ。オラウチのドテカボチャ、火に焼けて売られない。オラウチのドテカボチャ、火に焼けて売られない。みんな、おらうちの、どてかぼちゃ、火に焼けて、売られない。おっとっとっと、真ん中のお子さんは手をブラブラで、この、おらうちの、どてかぼちゃ、火に焼けて、売られない。じゃあ次は座ってやってみよう。今日はじゃあ3人でしょ。じゃあ一つですね。せーの。おらうちの。次はかぼちゃ潰れないように頑張ろう。せーの。おらうちの。どてかぼちゃ。火に落ちる落ちる。つけて。売られない。それでは今からおひさんおひさんというわらべ歌をします。すごく天気がいい日なのに足をバタバタしながら日向ぼっこして遊ぶわらべ歌です。いくよ。おひさんおひさん、そっちばっかりてらんと、こっちもちっとてってんか、河原の焼け石みんみんと、あ、いい天気で気持ちいいね。それでは次はお子さんに寝てもらってスキンシップしながら遊んでいきたいと思います。赤ちゃんも大きいお友達、すごく喜ぶ遊びです。じゃあ順番にしてみるね。じゃあまず2歳くんから足をパタパタパタって動かすよ。おひさんおひさん、そっちばっかりていらんと、こっちもちっとてってんか、河原の焼け石みんみんと。お待たせ。大きいね。足が長いね。いくよ。おひさん、おひさん、そっちばっかりてらんと、こっちもちっとてってんか、河原の焼け石みんみんと。やったりするか。おひさんおひさん、そっちばっかりてらんと、こっちもちっとてってんか、河原の焼け石みんみんと。グッドボタン押してね。チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。